任意団体のハチドリ代表の工藤瑞穂と申します。皆さんがハチドリのひとしずく、自分なりのひとしずくを世界に運んでいける存在になればいいなという思いを込めています。原発事故の、放射能の影響で福島の友人が子供のために福島を離れるということになった時に、ちょっとその社会の課題に対して今若者がすごく無関心なんではないかということに気づいて、たくさんの若者に社会の課題に興味を持って一歩踏み出すきっかけを作るために面白いイベントをしようと思って、音楽とかダンスとか芸術を取り入れたイベントと社会的課題について対話するイベントを融合した企画をしてきました。主に石巻、東松島、女川の避難所や仮設住宅で音楽ライブやダンスを披露したりとか、クリスマス会を開いたりして皆さんの交流会になるようなイベントを企画してきました。小さな避難所に行った時なんですけども、避難所が解散する時にもうそこにいたおばあちゃんたちが電話をくださって、あのダンスの人たちが今まで来た中で一番良かったねってみんなで話してたんだみたいな話を聞いたりして、あ、すごく行って良かったなというふうに思いました。もう活動してらっしゃる方たちをサポートするという役割での面白いたくさん人に集まってもらえるようなイベントを企画して、その中にその活動している団体さんのメッセージが伝わるような仕掛けを作って皆さんのサポートをしていっています。3月の22日に仙台のゼロベースで震災から3年ということで、改めて福島のこと、原発の事故のことなどを話し合って、みんなでこれからどういうふうにエネルギーを使っていいかということを話し合う場を開く予定です。ハチドリのFacebook ページやホームページがありますので、そこにアクセスしていただいて連絡をいただければ、みんなが自分の得意なことや好きなことを生かして人の力になれるようなイベントを企画しているので、ぜひ皆さんの自分の得意分野で関わっていっていただければと思います。自分にはこれといって得意なことがないっていう方も何かきっとあると思うんで、その自分のやれることで関わっていただければと思います。